これ俺が高校3年生の時にアメリカを横断した時の話なんやけど、その時ロスからニューヨークまで地元の人が使うグレイハウンドバスっていうので横断したんだけど、その時に現金20万日本円で、まあ、だから2000ドルか、それを腹に巻きつけて、その上にパンツを履いて20日以上かけて横断したわけなんだけど、まあ、お金はそれしかないけん大事にちょっとずつ計算して使いよったわけなんですよ。ハリウッドで革ジャン買ったり、ラスベガスでなんかブレスレット買ったりしたけど、最後までこの金を持たせにゃいけんいうので考えとったんだけど、で最後ゴール地点のニューヨークついて帰るまで4日間ニューヨークで遊べると、その時残金が5万円ぐらい、ホテル代もユースホステルじゃけ安いし、まあ、5万ありゃ十分じゃろうってことで、ブロードウェイ見たり、あとヤンキースの野球見に行ったりして、残り日本円で2万ちょいぐらいになったんかな。ほんで、いよいよ明日が最終日って時に、なんか買い物しようと思って。ほんで、ティンバーランドって靴があるんだけど、ティンバー。それが1万5000円ぐらいやったらめっちゃかっこいい。ただ1万5000円かと思って。まあ明日日本に帰るんだけど、何があるかわからんけど、ちょっと金残しとこうかなみたいな。まあホテル帰ってゆっくり考えようと。でニューヨークの地下鉄に行って、結構ラッシュで人が多いわけよ。ほんで電車乗ろうとしたら、ヘイって言われて、でパッと見たらめちゃめちゃでかいアメリカ人がおるわけよ。もうめっちゃでかい、ヘイで英語でまくし立ててくる。でよく聞いたら、お前が当たったせいでメガネが壊れたって言ってきよったよ。ブロークングラスって。確かになんかこのちょっとなんかひびが入っとるように見えるよね、その丸いメガネが。どうしてくれんだ。いや参ったなと思って、で俺はねもう英語全然わからんふりしよったよね。向こうはグラス、ブローケングラスってすげえ日本人にもわかるように丁寧になんか怒って言ってきよったよ。それでも俺英語わからんふりしよって、腹壊した犬みたいな、ブローケングラス、ブローケングラス、サザンの愛しのエリーの最後みたいな、ブローケングラス、ブローケングラス。だんだんなんか人だかりもできてきて、あ、これちょっと俺がめちゃめちゃ悪者になっとるなと思って、まずそもそもそのメガネは壊れとんのかと思って、ちゃんと見せんわけよ俺に。ブローケングラス、ブローケングラス、なんかこうメガネをなんか止めて見せんわけよ。ブローケングラス、ブローケングラス、いや止めて見せろよと、そのひびを。それでお前のそのこの運動で悪化してったらどうすんやと。いやまずそもそも俺は当たってないわけよ、その男の人に。完全に俺は白やと。このお金は払う必要がないと俺の中で思って、無視していこうとしたら、ヘイってガッてやられて、めちゃめちゃ力強いよね。でほんで俺がガッて振り返ったら、その人俺の目を見て、 My father's angry、 お父さんに怒られる。で一瞬めっちゃ悲しそうな目をしたんよ。で俺はそれを見てしもうて、待てよと、かわいそうやなと思って、もしかしたら俺当たったんだなと、ほんまに俺もアホじゃけそう思って、腹巻きから1万8000円出して渡したよその人。サンキュー言うて向こうぶわー数えて、オッケー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 、足りるみたいな言うて、いやお前メガネないと視力悪いんちゃうんかと思ったけど、もう後の祭り渡してしもうたけ。帰り道もこんなよ、せっかくの楽しい旅行最終日、まず思ったのがティンバの靴買えた。ティンバの靴買ってうまい飯プラスで食えた。完全に俺はあの男に当たって、俺のハートはブローケンハート。あいつは絶対成功せん、誰のお眼鏡にもかなわない。お後がよろしい。